さて、エピソード1、2は攻略したので、この次は、これだ。エピソード3、進めキノピオ隊長、始めていきたいと思います。さあ、どうでしょうね。今日はとりあえずエピソード3、最後までやりたいんですけど。あれ？何ここ？いつもと始まりが違う感じ。鍾乳洞的な？ちょ、でみんな、急に耳鳴りが鳴ってきた。よいしょ。右耳がうおーってなってる。洞窟入ったからかな。怖いわこれ。で、上行ってきましょうか。これ君の部屋、君の部屋やばいね。屋根ある？屋根なくない？かわいそう。さあ、まだ上行きますよ。あれ、スターだ。でもキドピコいないんだけど、なんだこれ。あら、普通にあっさりとウェイ！コースクリアー。え？普通にゲットしたで？あ、出た、抜け毛だ。いや、やばいやばい、抜けすぎ。ああ、あれ、誰も捕まってないで。ああ、もう最初から捕まっとる。何で捕まっとんねん、お前は。ああ、幼女誘拐。事件ですよ、これ。進め、キノピオ隊長3。マジか。さあ、キノピコを探してっていう本ですね。なんかちょっといつもより心なしが分厚い気もしなくもない感じですが、行ってみましょうか。一面ですね。ローリングインフェルノ。なんかいきなり物騒なんですけど、これあれや、マリオのステージでいったらワールドハッチやで。いきなりやばない？いきなりワールドハッチ？超むずいんちゃうんこれ。ちょ、待って待って待って。おーい、うわーうわー、なんかマリオパーティーで見たぞこれ。これやばいやつや。ちょっと無理しないでいきましょう。あーね、そういう感じのコースか。コースの流れは分かった。よいしょ。そこ行きたいんやけど、行けるかな、ここから。えい！あ。行けるわけねえだろ！なんか行けるかなっていう気はしすよね、あそこ。ああ、もしかしたら行けるんちゃうかなっていう。やっぱ、そういった俺、冒険する心を持つってことが、やっぱゲーム実況者には必要なんじゃねえかなっていう。ね。わかるか、みんな。冒険しろよ。あれ？ちょっと難しいですね、これ。何事もチャレンジ。いや、チャレンジ精神忘れんあたり、やっぱ素敵やな。自分で言うけど、自分、俺素敵やな。ここ落ちるんやな。どうしよう、これ。ちょっと危険なゲームかもしれない、このゲーム。でもデスゲームだ、これ。はーい！ちょっと待てよ。もう、息を止めます。息を吹けば、ステージは動く。はぁ！動けへんかった、そんなに。はぁ！よし。オッケー。俺の息に反応する世界。いやぁ！やつめ狙っておったな、その展開。ここ降りるか。は？それ卑怯やろ。ゲーム実況、向いてないこのゲーム。あかんわ、喋らん方がいいよ、このゲーム。はあ、もうあかん。喋ったら俺落ち込んでいくんで、こんな。どないせいっつうねん。わあ、もう。怒んで。はあ、はい、神。息をするのです。よし。オッケー。さあ、
はあ。はあ。一個取り逃してる。あ、上、上だ、上だ、上だ。上もう行けないんじゃない、これ。これどうしよう。行けないよね、これ。はあ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 、うん、ちょっと待って、うわあ、はあ、う、これ一回帰るか。何度でもやり直してやるよ、俺は。一発クリアするためにな。よいしょ。はあ、ここね。は？じゃあこっちが。うおーっしゃ、うまい俺。いくぜ。うわ、ゲームうま、天才か。楽勝。え、ため息の数だけ幸せが抜けるんやぞって。いや、ちょっと待ってよ、俺ちょっとどうすんの。あ、コイン75万以上集めてるし、スーパーエースやん。はい、ということで1面。こんなあっさり攻略できるなんて。やっぱ俺は、持ってますね。はい、それでは、第2面いきたいと思います。マグマ祭壇のシーソー。シーソーか。何やろ、シーソーって。シーソーって2人でやんねんで、みんな。わかる？じゃあちょっと俺の、向こう側、みんな座って。はい。うわあ！待つか。いけるわ、これ。なるほどね。すべてお見通しだ、もう。ここ行く！よし！こういった、あ、おかしいよね。訴えたら勝てるよ、これ。下っ側にもある、これ。道。こっから行くか。これ、あ、慎重に行かなあかんぞ、みんな。わあ、出た、ダイヤモンドベイベーだ。よーし。俺にかかればな、どんなゲームでもあっさり攻略しちゃうからな。任しておけ。これはね、危険なんだよね。よいしょ。はしごに捕まるのが正解ルート。そこ、多いじゃん。それ素人の考えだから。さあ、こちら側、お、ダイヤモンド2つ目ゲットです。これ何でしょうか。うわあ、危ないねー。え、こちら側に行きましょうか、次は。おお、キノコないかな。やった。いや、どうしよう。まずはあれを取ろう。よし、オッケー。で、スターは上だから、ここ登っていかなきゃいけないんだよね。で、ここは慌てず慎重に。あ、倒せたの。なんや、ぬるいゲー、ぬるいゲーかよ。はい、めっちゃ簡単やん。あっさり攻略完了。どうだ、ガボンを倒せなかったって。あ、そうか、殺さずの誓いね。飛天御剣ギリギリやったか、ここは。ピッ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 、いきます。空中広場。は？あ、いきなりやった、ラッキー。ちょぼったらいけない、そこ。あ、時間付きで変わるとこね、ここ。ピッピッピッ。何ここ。ピッ。あ、と、そこ取る感じ、こうやって。ピッポン。ヘイ！ヘイ！ピッっていうね、こういうことね、要は。
ピッポッポッポッピッピッピッパッ、よし俺音ゲーマスターやから。やば、そう音楽に合わせて変わるからみんなピッピッピってちゃんと言ってんねや。ピッピッピッ、はい、危ない、ピッ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 、よし集中力を絶やすな。よし、オッケー、最後の1個だけどこ、最後の1個が分かんねえ、あの草のとこかな、ピッピッピッ、ブロスのとこかな。 3D ワールドにもあったね、ここ懐かしい。狙っていこう、あいつを。はーい、惜しい、えい、よし、どんなもんじゃい。あ、ここめっちゃむずない？はい、ふぅー、怖え。これをゲット、さあさあダイヤモンドだ、いくぜい、ピッピッピッ、えい、よし、楽勝なんだよな、敗北を知りたい。コースクリア。はい、ということでピッ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 ピー、ノーダメージで攻略完了です。あっさりですね、ここは。はい、それでは、鶴橋洞窟の底、4面行きたいと思います。ダイヤモンド40個いる。80個だ。よし。洞窟ね、任して。敗北しか知らない男だろ。いやいや、俺、負けたことないでしょ、今まで。わっ！いきなりこれは危険。気が早い。よこせ、ダイヤ。あ、お前も、いや、今もらったことじゃ。はぁ、なんやこれ。あぁ、これなんか、怪しいですね、このゲーム。しくったなぁ。これ、多分降りたらいいんだろうけど、こっちか、もう。間に合うかな、絶対間に合わねえけど、こっち取ろう、先。お金だけかよ、あ、違う、ここ、おーっす。さあ、1個目これで獲得です。だけど、ここの取れなかった。迷子ですわ。えい。絶対ここになんかあったろうにな。何も回収できなかった。なにお前、やめて、えい、お前2個目起こせや、違う、いや、人々を蹂躙し尽くそう俺は。うおー、なんでー、上かい、世の中とは無情なり。すぐコインがすげえ出てくる。コイン取りたいだけの人生じゃねえんだよ、俺の人生は。なんだお前、やんのか。くそー。これ結構、変なやついる。お、キノコじゃん。なんだお前、やんのか。くそ、不思議なとこですね、ここは。おー、ゾンビいっぱいおるんやけど、ここ。どうなってんの、これ。キノピオの頭のライトかわいい。ウェーイ！今の友達をナックスショットっていうね、覚えておいてみんな。来た！これ、連続やで。ほら、許さん。俺に友達は1万人いるぞ。わー、なるほどね。連続してでも。別に取らんでよかったんちゃうかな、説が濃厚。
あ、あ、やった、やったー、1個だけだね、取り逃したの。金銀財宝やば、ここ、うわー、すげえ、一生遊んで暮らせるわこれ。ウェイ、いや、広告もありがとうございます皆さん。1回で終わらんな、ブロックを壊さなかったって、これバカでしょこの攻略方法。はい、ちょっと行きたいと思う、やり直しましょうか。まったく、でじゃあ行きましょうか、まあ、ブロックは壊していきます。壊さないなんていうことはありえないね、破壊こそね俺の楽しみだから邪魔だ貴様ら、よこせー、よし、あとゴールするだけでーす。ここで残機増やそうか。確かにね、ピンチの時はここで増やすのありかもしれんな。よいしょ、邪魔やでー。よし、どんどんいきますよー。意外と簡単なんだよね、ここ。よいしょ、高い心大だってかっこいいよな。すべて壊すぜ。よいしょ、また降りよう、これ。ウィー、これもう最短で降りていけば、チャッと終わるよね。よいしょ。ウィーゴールー、めっちゃ簡単や。なんか RDA とかできそうよね、なんかキノピオ隊長も。あ、でもなんかそこまでアクション性ないから難しいか。はい、ということで、ツルハシの洞窟の底、攻略完了です。めっちゃ簡単だったね。さあ、キノピオ隊長を探して、だからキノピコ捨てられてるやん。あ、これ死んだわ、絶対。え、これかわいそう、めちゃめちゃ。さあ、行きたいと思います。大きな切り株の祠。あれ、これ、キノピコなってる主人公。あ、まあまあまあ、あ、やっぱ捨てられた。あら。ということで、主人、なるほどね、主人公が変わっちゃうタイプね、これ。任して、俺、そういうの得意だから。よいしょ。俺が主人公やってやるよ、じゃあ、むしろ。どこだよ、ここ。なかった。じゃ、まずは1個目、あっさりとゲット。みんな見てる？大丈夫だよ。ウィうわーいさて、よいしょ、探索し続けていきましょうね。ここはもういいか、上に登っていきましょうか。みんな見てないの？冷たいやつだぜ。こいつの名前なんていうの、みんな、マリオマニアのみんなだったらわかるよね、今のアリンコの名前。アリマルくんでしたっけ。うん、俺は知らねえわ。ちょ待って、これが、じゃあ、かぼちゃかと思う、かぼちゃ、かぶかと思ったけど、ちゃうかだな。あいつの名前、アリっていうの？やべ、そのままじゃん。そんなのあり？アリだけに？うっす。今日も日本は平和っす。どうしようか。あー、ダメージ食らった。気のせい、気のせい。死ぬのダメ。大丈夫。わーお！早いね。でも元気が出るぜ。これどうしようか。あっ、二つ目ゲット。で、ここ飛び込むで。ウェーイ、おお、で、こっち取っとこう。さあ、これでダイヤモンド全種類はゲット確定です。あ、めっちゃ動いてますやん。え、でもさっきここ通らなあかんの、もう一回。俺ここ通れるくせえんだけど。今、おぉ、ギリギリ、ギリギリギリ、ギリギリっす。めっちゃ虹できてんねん、これ。めっちゃ切れない？ドカーン！よし。はい、ゴールどこ？下見てたらいい？は、どうすんのこれ。ごめん、ちょっと分からへん、分からへん。アイドン、あ、あーあーあ、すべて分かった。ここだ！俺、ゲーム、うまいで。おい、めっちゃこれ簡単やない？今回。あ、名前、アリヘイっていうの？ありがとうございます。ね、誰もニコニコは分かってなかったわ。かわいそう。
はい、ということで、あ、ゴールド機能があったんだ。お、来たぞみんな。もっともっと、恋パラ。恋パラね、恋パラパラ。もっともっとって、どうなんだ？じゃあとりあえずまずはね、チェリーから行きましょうか。おお、サンキュー。行くぜ。お、行くぞー。おーおーおさあ、めっちゃ取れたぞー。337秒ーし、イエイ。結構集まったね。